言っちゃ身も蓋もないけれど、その国民主権の抽象的な国民だとか憲法制定権力だとか基本的人権だとかいう話は、まあ、フィクションで、その国を治めるためあのに、あの西洋近代の思想家が考えたフィクションであって、それと同じように、まあ、あの天皇だとか天照大神だとかいうのもフィクションだと思ってまして、で、まあ、ずっと日本の歴史に2000年ぐらいの歴史を顧みると、最初の頃でその縄文時代弥生時代からだんだん小さな村が国になっていってっていうところは自然発生的に国ができていったと。で、わりかしその広い範囲を、まあ、北海道や沖縄は入ってないけれど、まあ、関東から北九州ぐらいまでを統一する国ができたと。で、そこでこういう自然発生的な国に人為的にその自分の思想や価値観に基づいてちゃんとした国の形を作ろうと考えた当時ぶっ飛んだ天才がその聖徳太子であったり、その聖徳太子の後を継いだ天智天皇や、あの藤原の鎌足やその天武天皇や藤原の不人という人たちであって、その人たちが、まあ、まず聖徳憲法17条を作りましょう、で歴史のを編纂しましょうで、聖徳太子は天皇旗とか国旗とかいうものを作って憲法17条を作りました。でそれをずっと受け継いでいったのが、あの鎌足だとか天武天皇とかで、最終的に藤原の不人があの大宝律令を作って、その古事記とか日本書紀とかいうものを作って、その日本の国の形というものを半分フィクション、半分はその先祖代々伝わっていたことで作ったと。で、そういったものを作ったんですけれど、やっぱりそういう人為的に作ったものというのは、やっぱりいくら天才が作っても不都合があって、だんだんなし崩し的に律令国家というのは崩れていっていったから、その荘園制の方に行っちゃったと。で、そのなし崩し時代が、あのずっと千何百年が続きまして、途中で人為的に自分の価値観、思想に基づいて日本の国の形を作ろうとした人が後醍醐天皇。やっぱり後醍醐天皇は革新的にそれまでの体制をひっくり返して新しいことをやろうとしたんで、まあ、無理があって短期間であの政権を失ってしまいました。でその後今ずっと時代が進んで、あの人為的に新しい国の形を作ろうとした人が幕末の尊王攘夷の志士たちであって、まあ、そういう幾人も死んでいって、その 最終的に運よく生き残った方が作ったのがその明治政府であり大日本帝国憲法であって、またそのそれまでの体制に変わって新たなそのフィクションを、その神武創造、神武天皇が作った頃に変えると復興するんだと言いながら、実はその新しいものを明治の体制を作った。でその時に、まあ、天皇についてちょっと変わったのは、まあ、神仏分離、廃仏毀釈であって、まあ、歴史上何十人もの法王がいて天皇で法裁になっていると。たくさんって江戸時代までは多分1000年ぐらい天皇の葬式というのは仏式でやっていたんですが、それを改めて完全にその神仏は分離しても、天皇の葬式はあの古墳時代のやり方を分かんないんだけれど、まあ、多分古墳時代のやり方はこうなんじゃないかなと交渉して復元したやつに変えたりして、で明治憲法体制作ったんですけど、やっぱりそれ人為的に作ったものなので、やっぱりちょっと無理があって、まあ、どこに無理があったかというと、その天皇が主体的に動かない場合は、その国の意思を統一、国家の意思を統一する人っていうのがいなくて、それぞれあの各省やあの陸軍、海軍や枢密院、いろんなその国の中の権力がみんなそれぞれ独立しているということになって、天皇のそのなんとか大権、関とか大権でみんなバラバラに動いた結果、まあ、第二次大戦で、負けることになっちゃったと。でそこにあの戦争に勝って海の向こうからやってきて、人為的にまた日本の形を作ろうとしたのは日本国憲法を作った人で、あの徳良さんでニューディーラーという方々で、そのアメリカでも彼らがやろうとしてできなかったことを日本国憲法を入れて作ったと。でもまあそれやっぱり人為的にその少数の人が考えてやった体制なんで、今もう何十年か経ってだいぶ心が来てると。そういったものは私はあの大法律令が壊れてた時みたいになし崩し的に変えるのがいいと思っていて、で日本国憲法の構成憲法というのは維持しなきゃいけないと思うんですけれど、やっぱりその国会が暴走しちゃうのは危ないなと思うんですが、あの今のような高い憲法改正のハードルじゃなくて、
発議要件は2分の1に下げて、裁判官の給料を下げるだとか、私学助成をするだとかいうのは変えられるようにした方がいいと思います。で、それで多数決の暴走、その国民主権の暴走、過半数取れば何やってもいいのかっていう、その小倉さんが危惧されているようなことは、まあ、今ではその基本的人権だとか、その憲法改正の限界論とか、これもフィクションなんですけれど、そういったもので抑えるのがいいのかなと思います。結構面白い、これまでのね、その憲法議論のね、その中でどうしても明治憲法とその現憲法だけっていうのがあるけども、やっぱり17条の憲法とは大法律上だからね、要するにその日本 の、 その国家形成の、ね、中をこう視野に入れながらね、でしかもね、フィクションである、でやっぱり人為的に作ったものには無理があるって、ね、この発想がね、ものすごい重要、そういうより完璧なものは、ね、ないわけね。で今までの日本国憲法、現行憲法についてはね、実は世界で最高のね、もう一番いい、どこにも欠陥がない、こういう捉え方を長年してきたわけ。で、それはおかしいよと言ってるのが、例えば憲法無効論、あるいは廃憲論、あるいは自主憲法制定論とか、こういう流れがある。で、そのせめぎ合いの中で、まあ、いろいろ来たんだけども、憲法審査会ができた段階での中山調査会、憲法調査会ができたけど、その中山調査会の中でね、かなりね、議論が整理されてきて、で、なだらかに国民の合意を得ながら変えていこう、まあ、こんな方にね、言った、なだらかに変えるという方向性がね、大体できたはずなんだけど、それを曖昧にしてしまった5年間。でそれをもう一回ね、じゃあどんな形にしていこうかなっていうのが、これからのまさにね、転換点なんだろうな。そういう感じをね、今僕は受けましたよ。なかなかね、もう小学校時代習った歴史だったなって思うんですね。そうだ、そういうことあったな。後醍醐さん、どうだったかなって思う。ありました。まあ、その憲法観というか歴史観にかなり根付いた議論って確かに必要だと思うんですが、その思想であるとか哲学であるとかっていうのは僕自身あまりこだわり必要がないんじゃないかと思ってる人間なんですね、うん、でこれ以前私司馬太郎さんっていう作家の方の本を読んだ時に、まあ、思想であるとか、まあ宗教であるとかっていうのは、まあ、ある見方によってはお酒と一緒でこう酔える人と酔えない人がいる。で僕どちらかというとお酒弱いんですよね。で思想にしても、まあ、ある程度体系性を持ったものっていうものに対して何ですかね、こう理解しようっていう感覚も分かりますし、でそれをこう憲法という枠組みに対してある一種の息吹をこう吹き込もうというその感覚も分からなくもないんですね。ただおそらくその歴史上できた憲法っていうのは大体政治の妥協物というか、そういった中 で出てきたこうなんですかね、じっくり時間をかけてその状況の中で作られたものではなくて、こうある国とある国がぶつかりまして、でとりあえずその妥協としてとりあえず作りましょうといった形のこう出来方っていうんですかね、そういった部分もあると思うんですね。それをまあ、一つの 大枠として作った上 でその後世の国民に、まあこうなんですかね、議論を委ねるというやり方を私ありだと思ってまして、その今回の例えば日本国憲法にしましても、まあ、その成立手続きではいろいろ議論があると思います。その先ほど、まあ、徳田さんがおっしゃったようなその反育成法規の43条に反するんじゃないかとか、まあまあ、いろいろ押し付けの憲法じゃないかとかいろいろな議論があると思いますが、まあ、その今の生きてらっしゃるこの日本国民の中でもしどうしても今の憲法が許せないということであれば、それなりの市民運動、大規模な市民運動が起こってもおかしくないですし、でもっと言ってしまえば、いやこんな国に許せないということでそれこそレボリューションが起きてもおかしくないと思いますし、その私が今生きてるの日本という国の中でそこまでの大議論というのは多分僕が知ってる限りで起きてないんですよ。たまたまこの集いに私出席させていただいてますが、
例えば渋谷で飲んだ時とか新宿で飲んだ時とかに憲法をふざけんなと、あんな押し付けられた憲法を許せないって言ってる人間を大声でその喋ってる人間、私あんま見たことないそこで一個ありまして、はい、議論をするっていうのがその70年代とか60年代の議論の仕方は しない方がいいのではないかって思ってるんですね、うん、だからそれこそその時代に逆行してるんじゃないかと、うん、だから今の若い人と僕たちはどういうふうに議論をしたらいいんじゃないかってことをやっぱりちゃんと考えるべきだと思うんですよ。だからこの考えが正しいんじゃないか、ああじゃないかみたいなことを押し付け的なものをやって何も変わらなかったっていうのが現状なわけですから、うん、そこから学んで僕らはどういうふうにそのディスカッションの仕方っていうものを、うん、でも今すごい感じるのはインターネット上で70年代っぽい60年代っぽい議論をやってるような気がして、なんか再燃してるような気がして、それに対して僕はなんかすみません話を変えちゃったんですけど、違和感を感じて匂ってるなっていう印象を受けてます。だから本音でね、まず意見を出してみるっていうね。だから特に、ね、若い人はねどう思いますか。憲法はどうっていうね、あの問いかけがねやっぱり大事なのかもしれないっていうのはね、結局その自民党はもともと自主憲法論を言い出したのはね。自分で作った憲法じゃないことは分かってた。誰も自分で作った憲法じゃない。というのは、1週間10日でね、原案ができちゃうわけだから。だから僕だってね、書けますよ、いずれ書けると思うんだけど、要するにそんなもの。で、明治憲法だって、結構ね、伊藤博文がね、やるとかね、まあ、それ以外にいろんな人がね、どこの憲法をその手本にするかとかね言って急に手本を変えたりね、まあ、して決めるわけ。それからフィクションだって言えるね、まもなくフィクションの日が来ますよ、ね、いつか分かります。フィクションの日2月の19日、これはフィクションの日。フィクションだってことはみんな分かってるんだけども、でもそれが新しい国家を作るためにどうしても必要だというふうに思ってた。建設っていうのをね、どこに持ってやっていくかというと計算をするわけですね。この計算をしてこの日だっていうふうにするというね、この作業なんていうのは1月1日、この1月10日じゃないとダメなんですよ、ね、本来では旧暦の1月1日ですから2月10日じゃないとダメなんですよ。だからね、そういう議論とかね、いろいろあって結局ね、誰も説かというと江戸時代のね国学者の人のあれを見てこうだーって言ってやり取りをしているというふうに僕は聞いて、僕はそういたわけじゃないかとかそんなものを読んだことがある。でもフィクションで、そのフィクションだけども役に立った。まあね、国家を作るというのはそんなものかもしれない。だから戦後の日本を作るときにもそういうの力が働いたんだろうなということも一応理解しているので、だから全て欠陥があるものだと、でそれを史上最高のものだ、世界で一番優れてる最先端のものだなというふうに教えられたのが学校教育。それはそういう教科書があった、まさに。でそれがなんかおかしいなっていうことがあるからみんな勉強しなくなった。勉強しなくなって、かつね真面目に考えなくなった。それは何かと憲法9条のね、自衛隊違憲論ですよ、まさに。憲法学者みんな違憲だって言ってるんだけど、結局はね、だん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 自衛隊をねやって、結局は村山さんがね総理大臣になるまでは本当に税金取るもんってね、言ってね、衣装をつけられかねない、要するに制服でね、外に歩けないっていうね、状態がね、あって、朝霞の自衛隊のあたりなんかもね、デモ隊がね、しょっちゅうね、来るとかね、こういうふうな時代を経験しながら、しかし、それが例えばいろんなね、まあ、南南戦争でのね、その、総的行動とかね、いろんなことを積み重ねして、ね、で村山総理誕生ということできっかけで社会党がね、そういった当時を変えたというあたりで変わった。ただ土井さんだってまた先祖返りをしてしまってから、もう政治で翻弄されてしまってどうだろうと思うけども、しかし阪神大震災とか
東日本大震災のことを踏まえてもうしっかりとこれは定着をし、だから争いがその部分で基本的になくなったからみんな堂々と逆に言うと尊敬する存在に今なってきていると。だからそれは僕はいいんだろう。なし崩しの会見みたいなものですよ。あるんで。なし崩し。どうぞ。その天皇家について結局戦後どうなったかっていうふうなことを僕的にはどう解釈しているかというと、つまり先ほど憲法に伝統とカルチャーがないって言ってたんですけど、実は天皇家のあの存在が日本の伝統とカルチャー、つまり文化としてすごく代表的なものになったのかなっていう印象を受けています。家族の象徴であったりとかっていうふうな気がしてますし、時間が経つにつれてですよ。で例えばやっぱり個人的にですね、やっぱりサザエさんがもう終わりますってなったら悲しいと思うんですよ。今まで続いてきたサザエさんがやっぱどっかで残した方がいいんじゃないかってその思う人っていてくれいると思うんですよ。でそう昔はそれ以前は政治とその深く関わってた時はあると思うんですけど、うん、そういう意味においてはその日本人らしいなっていう気は私個人はしてますので、そういう意味ではその象徴っていうのは一つの見方としては伝統的文化カルチャーっていう見方はっていうところで残しておくっていうのはいいのではないかと。でだから文化勲章とか送るのはとても必然性があったりするなっていうふうに演劇的に考えると思ったりはします。それで、ね、まあ6時に今日は僕やりますけども、結構ね、僕自身の今思ってるのはね、憲法っていうのはみんなが憲法だと思うから憲法だから憲法だと思わない、そういう時代になればね、あっという間にね権威を失ってしまう。だから大事なものだというふうに思うという国民的な、ね、意識があるから憲法というのを支えてるんだろう。だからそれをね、成文憲法であろうと不文憲法であろうとね、やっぱり大事にしなきゃいけない。その大事なところについての認識があるのかどうか、それをねもう一回よく思い起こしていただきたいなと思います。南部さん、その辺いかがですか。本日のことでございます。今日も内閣法制局とか最高裁、それぞれ憲法の万人的な役割をしているセクションについて説明しましたけれども、結局その辺の人たちが憲法解釈をぐる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 やったところで、グーチョキパーの関係なんですよ。絶対王者がいないんですよ、ね、で最終的には主権者である国民が、どう考えるか、その過半数なのか、前回つったらちょっと難しいのかもしれませんけど、法的な確信を得て憲法だと思っている部分で、その解釈が正しいと思っている限りにおいて、やっぱり日本国憲法って有効だと思うので、それはね、やっぱり24時間、365日、こういう会議体が常にできるとは限らないですけれども、中田町、霞ヶ関、早草町の方々だけに任せておくのではなくて、国民の側からね、しっかりとした意見を発信する必要があるなというのは常々感じています。でその意味で、東大的憲法研究会というのは、もう古典的な、生態的、古いアナクロニズムにもう没した、何回も過去に聞いたような議論の焼き直しばかり繰り返されるような、そういう古典的な解釈をちょっと離れて、いろんな今の動きですよね、血となり肉となってる、それはなってないとしたらどんな原因なのかっていう、そういうのを一つ一つ探求していくことっていうのは、今日の中山先生の話をずっと聞いていても、それはもう個人の政治家としての体験を引き出すことも一つこの独体的憲法研究の意義だと思いましたし、一つのね、その成果として形あるものになっていければなというふうに思いますね。現に今、永田町では憲法論議誰も何もしてないんですから、半年間。野田内閣の不信任案が出たと、ずっと不正常になってますんで、憲法の毛の字も言ってないんですね。さっき紹介しましたけど、代表質問の中で安倍さんがちょろっと言っただけで、その形式的なやり取りが出てるだけなんです。でその中身は国民も知らないし、日本維新の会のメンバーの人たちもその詳しい、その憲法論議が今後どうなっていくかということで何も話をしていないし、ましてこう広場がないわけですからね。国会がね、国会議員が集まるための会で、審議をしないというね、要するに憲法について、ね、全然ね、
審議を進めてないだけの、ね、空っぽなんですね。国会議員が会うかっていうだけのことに終わってしまってるというね。やっぱりこれはおかしな話ですよ。で、こういうね、真面目な中身のあるところ議論をね、意見交換をしてる中で、どうも大阪にはないというね、中山先生の先ほどのお話の中で、自分の周辺に人がいないって言うんだから、それは何と言っても、ね、国会の中で一番ね、自分の人生をかけて語ってきた、その周辺にないという異常な状況ですよ。僕らはほんの、その、まあ、上積みか下積みか分からないですけど、そこら辺のところだけのところで、まあ、まあ、とりあえず議論をし始めてるだけ。だけど、まあ、ものすごく価値があるはず。